マルコ・デルベッキオは、イタリア・ロンバルディア州ミラノ出身の元サッカー選手。元イタリア代表。現役時代のポジションは FW。2000から01シーズンのスクデットを獲得した AS、ローマのメンバーの一人である。本来はフォワードだが、その他攻撃的なポジションをただこなすことができる選手である。ミラノの出身であり、プロキャリアをインテルミラノでスタートした。 その後ベネツや、ウディネーゼ、再びインテルを経て、1995年に AS ローマに加入。2000から01シーズンにはリーグ戦31試合に出場し3得点ながらも2トップの一角としてスクデット獲得に貢献。2005年にローマを退団して、以降はブレシア、パルマ、アスコリと渡り歩き、1年間無所属となった後、2008年に6部。 エクレンツァリーグのペスカトーレオスティアと契約した。イタリア U-21 代表のメンバーに選ばれ、1994年と1996年の UEFAU-21 欧州選手権で優勝。また、イタリア U-23 代表として1996年のアトランタオリンピックに出場し、3試合1得点を記録した。イタリア A 代表としては、 イタリアサッカー連盟100周年を記念した1998年12月16日の FIFA フフワールドスター戦で A 代表デビュー。UEFA Euro2000 のメンバーに選ばれ、決勝のフランス戦では代表初ゴールとなる先制点をマークする。しかしチームはロスタイムに同点とされ、延長戦でダビド・トレゼンのゴールデンゴールを浴び、タイトル獲得とはならなかった。 2002FIFA ワールドカップにも招集されたが、出場機会は訪れなかった。UEFA ユーロ2 0 0 4にはメンバーにも選ばれず、2004年2月18日のチェコ戦が最後の出場となった。ありがとうございます。